岡本木道作「不幸者」一文久元年十月十四日から江戸の四谷見附外麹町十三丁目裏続きの福寿院という寺の境内で異国から渡った一匹の虎を見せ物にしたものがあった虎はメスででほどの大きさであった。 去年の七月、両国で見せたひょうよりもさらに大きいという評判で、下町からも誘い合わせて、わざわざ見物に登ってくるものが多いので、その界隈はなかなかにぎわった。旧暦の十月末には、しぐれた日が続いた。そのしぐれが、今ひとしきり通りすぎて、寺の門の突き出たらかの先に、 初島の薄白い夕日が湿れたような色をにじませている頃一人の雨が今日の空と同じように曇った目を上げてつい目の先の超火の物干しの上を低く飛んでゆくカラス一羽の寒そうな影を見送っていたその傍らにも二人の雨があらむしろの上に座っていた この3人のひざの前には小さいたたき金が置かれてあった。「勘善さん、もう日が暮れるね」と一人の老いたまが種目の手を休めながら言った。「今の雨でみんな覆い散らしてしまったから今日はもうだめらしいね。そろそろ見切って帰ろうか」と勘善はいまいましそうに舌打ちしながら。 胸にかけている白木綿の袋から小銭をつかみ出して手のひらの上で数えていた彼女はこの三人のうちでは年の若い二十七八の色の黒い尼であった虎の見せ物の繁盛を当て込んで彼女らはサメガ鮫ヶ橋の裏長屋から毎日この寺の門前へ出てきてむしろの上に座って鐘をたたいて 往来のの人たた。ちに恵みをっているのであったしぐれの時々に降ってくるのを幸いに彼女らは雨を避けるようなふをしてわざと狭い門の下に寄り集まって出入りの人の通路を遮るように向かい合って座っていた「本当に妙樹さんもう帰ろうよ」と勘善は丁寧に数え終わった小銭を 元の袋にしまった「天気でもよければもうちょっと我慢してみるけれどこれじゃあしょうがないそれに今日は急に寒くなってきたからね風でもひいちゃつまらない」「そうさねえ」と老いた穴は未練らしく伸び上がって地内をのぞいたがこれも思い切ったように種目を投げ出して。 完全と同じように白い袋のうちの小銭を読み始めた。二人がこんなことを話している間、一人の尼は何にも言わずに、いつまでもカラスの行方を見送っていた。先のカラスはもう塔に通り過ぎてしまって、後からまた二三の黒い影が連なってきた。薄暗い空はだんだんに低くなって、 ねずみ色の雲が忙しそうに動き出したまた降ってくるかもしれないと名字は空を仰いだもし情亭さんそろそろ行きましょうよどうで今日はろくなことはない情亭と呼ばれた海は声をかけられて初めて振り向いた彼女は四十二んの年頃で こうしたコジキアマの群れの中には珍しいような色の青白い上品な人柄であった彼女は一度も口を聞いたことはなかったしかし耳は普通に聞こえるらしく名字に呼ばれて黙ってうなずいた「お前さんどうだえ今日は久しぶりで出てきて具合は悪くないかえ?」と完全は立ちながら聞いた 上は寂しく笑いながらまたうなずいた「そりゃあよかったあたしたちと違ってお前さんは体がまだ本当でないんだからどうだかと案じていましたよ」と名字も膝をはたきながら立ち上がった三人の尼はそれから黙ってむしろを巻き始めると見せ物小屋の方ではチャルメラの音がやかましく聞こえて 和党内が虎を踏まえている大きい絵看板の下から23人の見物が薄らざ寒そうな顔をして出てきた雪がけの打賃とでも思ったのか名字と勘禅とは急に小膝をついて鐘をカンカン叩き始めた小屋から出てきたのは皆職人風の男たちで首相らしい鐘の音を後ろに聞き流して通り過ぎてしまった 若いくせに妙理の悪い野郎だ」と勘膳は舌打ちした「どうしても今日は行けないねさあ行こう行こう」彼女は先に立って思い切りよく歩き出した名字も上亭も黙ってその後に続いていった3人はおたんす町から四谷の大通りへ出て松平佐渡の神の屋敷下を抜けて 紀州の大きい屋敷を横に見ながら鮫ヶ橋の裏長屋へ帰ったまあいいあんばいだったねえ3人が路地をくぐった頃に夕しぐれがまたさっと降ってきた2人に分かれて上亭は自分の家の口ちかかった敷居をまたごうとすると急にふらふらとよろめいて傾いた上がりかちへ 倒れるように寄りかかってしまったので、名字も完全も驚いてまた引っ返してきた。「上艇さん、どうしたの心持ちがまた悪くでもなったのかえ?」。上艇は胸を押さえて切なそうにうつぶしていた。彼女は、火を存じているとか言うので、時々にこうして差し込みが来るのである。 現にこの秋の初め頃からそれがために寝たり起きたりしていたが冬になってから少しずつよい方に向いてきて今日は久しぶりで相永屋の二人と一緒に副樹院の門前へ鐘をたたきに出たのである土の上に薄いむしろを敷いて朝から一日座り続けていたので体が冷えたせいであろうと二人の尼は想像した 切ないかえと勘善は彼女の耳に口を寄せて聞いた上亭はかすかにうなずいたそうして青白い額に汗をにじませてうなっていた名字はともかくも彼女を抱き起こしてうちへ連れ込んだ年の若い勘善はすぐに表の町へ薬を買いに行った こんな貧民窟の暗い谷底に住んでいる彼女らにも長屋同士の美しい親切はあった。名字は彼女を薄い布団の上に寝かして骨ばかりに痩せを衰えた胴や背をさすってやっているうちに勘然は薬を買って帰ってきた。薬を飲んで情景も少し落ち着いたらしいので二人は一旦自分の家へ帰って 夕飯を済ませてまた見舞いに来たのは宵の六半ごろ午後七時であったしぐれはやんでも宵闇の空は暗かった四闇けの外堀ではがんの声が寒そうに聞こえたうとうと眠っている病人の枕元に苗字と完全とは黙って座っていたあのお嬢さんは どううしたんだろうこのごろちっとも見えないようだね」と完全はやがて思い出したように言った「そうさねえ」と名字も首をかしげた「それからあの若いお侍も訪ねてこないじゃないか」「あたしもおかしいと思っているんだけれど上亭さんに聞いてもわからない」 一体あの人たちは何だろうどうも兄弟らしいね。一緒に来たことはないけれどもきっと兄弟さ顔立ちがよく似ているじゃないか。と名字はうなずいたいずれ情亭さんの身寄りの人たちだろうがあんな立派な親類縁者を持っていながらこの人はなぜまた。 こんなところに筆足しているんだろう、わからないねえ。何かわけがあるんだね。この疑問は今に始まったことでない。この夏ごろから長屋中の話の種になっているので、今夜も一通りそれを繰り返しただけで、二人はそれ以上深く考えようともしなかった。もう珍しくもないという風うで、 二人の話はさらに別の方角へ向いてしまった。市ヶ谷八幡の四つ、午後十時が鳴ったのに気がついて、二人はそろそろ帰り自宅にかかろうとするときに、足元の悪いドブ板を踏んで、忍ぶようにこの路地の奥へ入ってきたものがあった。足音は二三軒手前の家の前に止まって、 ここらに上艇というまが住んでいるかと聞いているらしかったその声を聞きつけて勘膳は下駄を突っかけて表をのぞくと小田原提灯を下げた中原風の男がたたずんでいた「もし浄艇さんの家はここですよ」と勘膳は提灯の火を透かし見ながら声をかけると。 声に連れて提灯はこちらへ動いてきた。こちらですか？上底さんとおっしゃるのは？はあ、何か御用ですか？と苗字も出てきた。ここが確かに上底という。天の住処で、あまは病気で寝ているということを聞いて、中間は一旦表へ引き返していったが、やがて1人の侍を案内してきた。 侍は四十前後の人品の卑しくない男であった。2明くる日になると鮫ヶ橋の長屋中に上亭の噂がいっぱいに広がった。かの侍は名字と関禅を遠ざけてそれからどんな話をしたか知らないがとにかくに上亭を解放して どこへか連れて行ってしまったのである。路地の外には彼のつまらしい女が籠を釣らせて待っていて、これが病人の手を取って籠に乗せた。そうしてその女と中間とは籠に付き添って暗い掘りたの方へ急いで行った。侍一人は後に残って家主を訪ねて、上亭の家賃その他の支払いを 滞りなく済ませて彼女の汚いヤグ布団や鍋釜の類は一切取り捨ててくれろと頼んだ長屋一同の者にはそばでも買ってくれと言って2両の金を出したとりわけて名樹と勘善にはいろいろの世話になったというので2人の尼に対して別に一両の金をくれていった。しさやって。 拙者の生命は申されぬ。何事も他言無用に頼む。と、侍は言いおいて、これも消えるように立ち去った。こんなことは、鮫ヶが橋が明けて以来、かつて例がないので、家主の六右衛門も煙に巻かれていた。しかし、誰にとっても、決して悪いことではなかった。 トリステロという上亭の書道具は当然家主の所得であった貧乏長屋に二両という大金が振りまかれた名字と勘禅とは二部ずつの分け前にありついた誰も彼も富士の利益を喜ぶと同時に一体かの上亭という尼は何者であろうという噂が今さらのように繰り返された 素性の知れない侍夫婦はどこの屋敷のであろうという疑いも起こったかの侍はこの夏ごろから時々に訪ねてきた若い侍や若い娘と何かの関係があるに相違ないといううわさも立った他言無用とかの侍が口止めをしていってもとてもここらの人たちの唇を縫っておくわけにはいかなかった そのうわさは長屋中から洪水のようにあふれ出してたちまち表町までみなぎってしまった。どうもおかしい。このうわさが耳に入って眉を少ししわめたのは南町奉行所城回り役の岡っぴきで四谷天馬町に住んでいる常陸林太郎であった。もちろん誰に迷惑をかけたでもなく

なるほど、それは不審である。表向きは無事に住んでいるものの、その奥にはどんな秘密が潜んでいないとも限らない。侍は生命を名乗らず、武家の中間がわざと無印の小田原提灯をつけてきたなどというのは、何か思才があるに相違ない。一応は念のために、 その定という海の行方を探索してみるがよかろうということに皆の意見が一致したので大関は改めて凛太郎にその探索方を命令した大関正三郎の名札をもらって凛太郎はすぐに鮫ヶ橋の家主を訪ねた「棚子といいことに病人を引き渡した以上は引き取りの書きつけを受け取っているだろう」。 それを見せろ。と、林太郎は言った。家主六右衛門は自分の部長法を平謝りに謝った。何分にも夜更けのことと言い,い、相手は武家でむやみに取引を急いでいるので、ついその一冊を受け取るのを失念したというのであった。家財をもらったり、そば代をもらったりしたために、 彼は承知の上で引き取りの一冊を請求しなかったのである。それはばん,ばん見えすいているので、林太郎は厳しく叱ってそこを出た。しかし、叱ったばかりでは済まない。彼は何とかして他の方面からその手がかりを見つけ出さなければならなかった。彼は古文どもに言いつけて、だんだん宣ぎの末に、 籠についてきた侍は四十前後の立派な男で女は三十四五と見える武家の女房風であったということが分かった。籠ごかきは武家の六尺らしく町籠ではない。籠の垂れは新しく取り替えたものらしい。侍も女も友の中元も皆江戸弁で国なまりのものは一人もなかった。 してみると、これは大名屋敷に関係の事件ではなく、江戸の旗本屋敷に縁を引いていることに相違ないと、倫太郎は鑑定した。彼はまず、それだけを大関に報告すると、大関はしばらく考えていたが、やがてニヤニヤ笑い出した。ひたちや、貴様にも似合わねえ。なぜその籠屋を洗ってみねえのだ。 カゴのタレが新しいというじゃねえか。いや、恐れ入りました。林太郎はすぐに古文に言いつけて、カゴを作る店をいちいちに調べさせた。文久時代には、江戸中にカゴを作る店が62件あった。それを軒別に取り調べた結果、近い頃にカゴのタレを新しく作り直したという店が、 三あることを探しだし出た。その三軒についてさらに詮索すると麹町浦二番町に屋敷を持っている千五百国の寄合旗本に坂本修禅というのがあるその坂本の屋敷から頼まれて修繕したという籠がどうもそれらしく思われたので林太郎はもっぱらその方面に向かって探索の手を回すと この屋敷の用人近藤和江の長屋にこの頃ろ一人の尼が寄宿している尼は病人で近藤夫婦はもちろん主人修善の一人娘お松も付ききりで看護している隣屋敷の竹村龍之介の屋敷からもその着子の力の丞というのが時々に見舞いに来るこれだけのことが分かって た彼はさらに坂本の屋敷の中間に鎌をかけて用人の長屋に預かっているかの雨は鮫ヶ橋から送り込んできたものであるということをも確かめたこれで凛太郎の役目は済んだと思いのほか坂本の屋敷でかの尼を引き取ったについてはいろいろの込み入った事情が潜んでいるらしいことを発見したので。 彼は大関にこれを報告してさらにその内定に取りかかると天の上廷を引き取った坂本の屋敷はむしろこの事件の枝葉でかえって隣屋敷の竹村の家がその根本であることを突き止めた竹村の屋敷では9月の半ばにおよという娘が死んだ表向きは頓死と披露されているが それが何かの変死であるらしいということも分かった。竹村龍之介というのも、同じく千五百石の寄合旗本で、着子の力之丞は今年21歳、長女のお清は18歳、次男の力松は12歳である。お清は器量もいい、行儀もいい、もちろんこれまで浮いた噂も聞こえなかった。 その美しいお清がどうして編集を遂げたのか。倫太郎はそれからそれへとだんだんに探索の意図をたぐっていくと、さすがの彼も思わず涙ぐむような悲しい出来事に突き当たったのである。お清は実際変死のむごたらしい終わりを告げたので、彼女の死は鮫ヶ橋の尼、情亭の身の上に、 密接の関係を持っっののいをてるであった倫太郎はその探索の次第を大関に逐一報告すると大関からさらにそれを町奉行小栗美の神に申し立てたので町奉行はそれを月番の老中並びに若年寄りに上申して採決を仰ぐことになった。本来ならなば 家事太り締まりという角で竹村の家にも何らかの傷がつくべきはずであったが江戸ももう末期に近づいて世の中も次第に物騒がしく徳川幕府の手足たる旗本御家人どもに対してはなるべく寛大の処置をとって万一の時節に忠節を励ませようという内意もあったので大目付とお目付とが煎議の上 万事が内分に取りすまされて関係者一同になんの咎めもなかった。こうしてお清の死は闇から闇へ葬られてしまった。本人もおそらくそれが本望であったにそういなかろう。妙門のために死んだのでない彼女は私のような人間の筆に登って74年の後に 自分の悲しい過去を語られるのをむしろ恐れているかもしれない。しかし私は彼女の魂に迷惑の重荷を負わせるつもりでこの記事を書くのではない。それは読む人にもあらかじめ断っておく。3. 竹村の主人、龍之介は今年58歳の老人で。 先代は相当の親役をも務めた家柄である。従って身代も悪くない。屋敷には用人、旧人、中御将、若刀、中元、合わせて十四人の家来を使っていた。龍之介は律儀一遍の武士方敵で、曲がったことは少しも堪忍しないという男であった。妻の長田は、 同格の旗本の屋敷からここへ縁づいて夫婦の間にできたのはかの力之丞とお清であったところがその長田は今から十六年前力之丞が五歳お清が二歳の夏に竹村の屋敷を立ち退いてしまった長田はなぜ自分の夫や子供を捨てていったのか 私は今その理由を特に忍びない。清女の霊に対してもあまり多くを語りたくない。龍之介はおみつというご歳を迎えた。おみつの腹に儲けたのが次男の力末である。おみつは心がけの悪くない女で、ママ子の力之丞とお清とを大切に育てた。二人も警護に親しんでいた。 とりわけお清は一人娘でもあり器量も美しく素直な生まれつきであるのでジップにも警吾にもかわいがられていたこうして竹村の家には11年間の平和が続いていたお父様はどうなすったのかしらとこのごろになっておみつが額をしわめることがたびたびあった おきよが十七になった去年の秋ごろから娘に対する龍之介の態度が著しく変わってとかくに彼女を目の敵にして些細のことに目の色を変えて叱りつけることも珍しくないようになった。おとなしいおきよはいつも逆らわずに受け流しているので別に取り立てて言うほどの面倒も起こらなかったが中に立って胸を痛めたのはおつであった。 警簿であるだけに、家来や女中どもの手前に対しても、彼女は余計に気を使わなければならなかった。彼女は影になり、日なたになって、お清をかばっていた。せがれの力の丞も見かねて、時々にそれとなく父に向かって注意することもあったが、それに対して龍之介はいつも何にも言わなかった。しかし、何かのはずみで、 お清の生みの母はちょうど十七の秋にこの屋敷へ縁づいてきたのであることを漏らしたので力之丞は不思議に暗い心持ちになった今年十七の娘になったお清を憎む父の心も大方想像された彼は父に同情するとともに妹にも同情した父と妹とを一つ屋敷に置くことは 双方の不意であるとも考えた彼はある時自分の考えを警簿にささやいて一日も早くお清を竹へ縁づけたらばよかろうと言ったおみつも同意したしかしお清を縁づけるについては相当の相手を見つけ出さなければならなかった素直なお清は別に相手選びをするようなこともあるまい父も こういうわけではあまり面倒なことも言うまいがただ自分には警簿という名がついているあまり家柄の下がった家や評判のよくない男などに縁組させると親類や世間の陰口が恐ろしいママ子であるからどこでも構わずに犬の子をやるように追い出してしまったと言われるのが何分つらいそういう苦労があるので おみつも娘の婿を選ぶのによほど慎重の態度を取らなければならなかったが適当の相手はなかなか見つからなかったそのうちに去年も暮れて今年の春が来た隣屋敷で平素から懇意にしているのである日おみつは坂本の屋敷を訪ねた主膳の妻のおたまに会って いろいろの世間話の末に、お清が縁談のことを言い出した。娘も明けて十八になったのであるから、しかるべきところへ縁づけたいと思う。もしお心当たりの方があったら、何分お世話を頼むというと、お玉も快く頼まれた。自分の娘のお松は、お清と同年で、勝は子供の時からの仲の良い友達で、 お清のおとなしい気心もよく知っているので自分もきっと気をつけて相当の嫁入り先を売借し,してやろうと受けあった話はそれからさらに滑っていって娘のお松をそちらの力の丞さんがもらってはくれまいかとお玉は言い出したもちろんこれはお密にとって不意打ちではなかった竹村のせがれ 力の城に坂本の娘をお松を埋め合わせようという話はまだ表向きにこそ進んでいないが隣同士の親たちの胸には前々からかねて刻していたことで今この相談を受けてお密も別に何とも感じなかったむしろ当然の成り行きと考えて彼女は素直に承諾したお松に兄があると 十円でよろしいのですけれど」とおたまは言った。お松に兄があればそれにお清を迎えて両家が十円の関係になるのであるがこういういい都合にはいかなかった。お松に今年十五の弟はあったが兄はなかった。しかし他のこととも違いますから親の無理押しにもなりません。 一応は当人の了見も聞きただしてみまして改めてご返事をいたします。こう言っておみつは別れて帰った。それからそっと力の城の心持ちを聞いてみると彼も依存はないと答えた。おみつはさらに夫に相談すると龍之介も承知した。こちらはそれで皆まとまったのであるが。 かえっておた娘のお松は無論承知であるが父の修善が今となって少し渋り出したあながちに不承知というでもないがもう少し考えさせてくれまだそんなに急ぐこともあるまいというのであったもともと自分の方から切り出したことであるから中に立ってお玉はひどく迷惑したが 一旦言い出したら容易に動かない夫・主禅の岩のような性質を知っているので彼女も口をつぐんでその成り行きをうかがっているよりほかはなかった何しろそういうわけでございますからどうぞ足からずおぼしめしてください何遅かれ早かれきっと決まるにはそうやりませんからまことにわがままなようですけれど もう少しご猶予を願います」。お玉は言いにくい言い訳をして竹村の方にしばらくの猶予を懇願した。お三つも修繕の気象を知っているのでお玉の苦しい立場を察して無理に婚礼を急ぐこともできなかった。力の丞とお松との縁は結ばれかかってまた解けてしまった。 両方の屋敷境には一種の目隠しとして坂本の堀内に幾本の大きい桜が上並べてあった。夕暮れの嵐に乱れるその花の白い影に驚かされてお松は慌ただしく暮れてゆく春の姿を悲しく眺めた。力之丞も寂しい思いで日増しにまばらになってゆく花の小杖を仰いだ。 若い二人に物を思わせた今年の春の花も散り尽くしてやがてわびしいさみだれが降り続いたその晴れ間を見て竹村の清は四谷の親類へ病気見舞いに行った中間の心臓が共について出た左門町のお祝いなりの前に差し掛かると一人の職人風の男が 鳥居の脇にひざまずいて一人の尼と何か話をしているらしかった尼は四十二三の女で薄いむしろを敷いて土に座っていたお清は何の気もつかずに通り過ぎようとするとその職人はふと振り返って会釈し,した彼は竹村の屋敷へ多年出入りをする植木職の七兵衛という老人であった 心臓さん、ご苦労だね。今日はどこへお供だえそこのご神類まで。と、中間は答えた。その時はそれだけで何事もなしに別れた。それから五六日経つと、植木職の七兵衛は2、二三人の職人を連れて、竹村の屋敷へ松の緑を摘みに来た。

その時にちょうどあなたがお通りでした。鳥居の前にむしろを敷いて、金を叩いていた尼さん。あれが千の奥様でございますよ。わたくしも実にびっくりいたしました。だんだんお話を聞くと、その後にいろいろご都合の悪いことが続いて、とうとうあんなに落ちぶれて。 今じゃ朝がば橋の裏長屋にご筆く遊ばしていらっしゃるそうであんまりお気の毒になりましたから私も財布をはたいてちっとばかりご奉射をしてまいりましたお清は口がきけないほどに驚いていると七兵衛は続けて話したお定さ様さの一時を取って 今では情亭と言っておいでなさるそうです。それでもご自分の身を恥じて、人から何を聞かれても返事をしないようにしているんだとかいうことです。昔のことはともかくも、今のあのお姿を見ると、あんまりひどい落ちぶれようで、私も思わず涙がこぼれました。七兵衛は日に焼けた手の甲で、 しきりに目の縁をこすっていた。お清はうつむいていた顔を上げると、急に目がくらみそうになってきた。それは夏の日の強いせいばかりではなかった。4それから二日の後であった。早い虻かのうなっている鮫ヶ橋の裏長屋の夕暮れに、 お清の姿が現れたれ彼女はここに生みの母のおさだを訪ねたのである。上亭の長田は泣いて昔の罪を浴びた。お清も泣いて帰った。これからどうしたらよかろう。お清は屋敷へ帰ってもただそればかりを考えつめていた。自分たちが何と思っても 生みの母を屋敷へ引き取ることのできないのはわかりきっていた。第一に父が承知するはずがない。親類も拒むに決まっている。また、自分たちとしても義理ある。母の手前、そんなことのできる道理でないことはよく分かっていた。所詮生みの母を物乞い同様の境涯に沈めておくよりほかはないかと思うと、お清は。 悲しさと痛ましさとが胸いっぱいになって、その世は枕紙がぬれるほどに泣き明かした。ともかくも、兄様に相談してみましょう。この場合、兄の知恵を借りるよりほかには、思案も分別も尽きたので、彼女はあくる日、兄にそっと打ち明けると、力の城も顔色を変えて驚いた。 彼も急に生みの母が恋しくなってその晩すぐにサメが橋へ忍んでいった竹村の屋敷を立ち退くと同時に上亭は自分の実家にも親類にも見放されてしまって今では何にも頼る方のない身の上であるその上に23年前から火を存じてとかくに病気がちのひ弱な体になった 気分のいい時には近所の社や,や寺の門前に出て参詣や往来の人から幾分かの小銭をもらって生きているというのは名ばかりの細い命をつないでいる病気の時には相長屋の人たちの情けでわずかにゆなりかゆなりをすすっているそうした悲しい情けない話をたくさん聞かされて力の丞も共に悲しくなった 彼はいくらかの金を母に恵んで帰った。何と思っても今のところではどうにもしようがない。差し当たっては兄弟がこうして母を養ってゆくよりほかに道はないと力の丞は屋敷へ帰って妹に教えた。お清にもそれ以上の知恵は出なかった。二人は言い合わせて代わる代わるに鮫ヶ橋へ通っていた。 しかしそれはふたつきばかりで、生みの母に対する力之城の愛情は次第に薄らいできたらしく見えた。兄様、二三日うちに鮫川市へおいでくださいませんかお清がそっと催促すると、力之城はうなずくばかりで、とかくに行きしぶっているらしかった。今夜は行くと言って屋敷を出ても、 途中で気が変わってしまうらしく、兄がこのごろちっとも顔を見せないということは、上亭の口を漏れて、お清にも皆分かっていた。彼女は兄の心を疑い始めた。もちろん、母にも罪はあろう。しかも、それを許すことのできないほどの冷たいむごい心を持っていようとは、日ごろの兄の気性に照らして、どうものみ込めないことだと思った。 彼女はいくぶんか責めるような口ぶりで、兄がぶさたの訳を聞くと、力の丞は苦笑いするばかりで何にも言わなかった。それでもたびたびお清に催促されて、たった一度こんなことを言った。あれが自分を産んだ親かと思うと嫌になる。路地へ一足踏み込むと、何とも例えられない一種の周期が、 むせるように鼻をつく裏長屋の奥の奥に死にかかった野良猫のように痩せさらばえた体を横たえている物乞い同様の尼、ま、そのあさましい姿を思い出すにも耐えないように力の丞は顔をしかめていたそんなあさましい醜い母の腹から生まれて出た自分の体はいとわしかった 初めてお清の話を聞いた時には彼も無論生みの母が懐かしかった彼はすぐに訪ねていったしかしそれが二度三度と重なっていくうちに生みの親に対する懐かしさも親しみもだんだんに薄れていった去る者はうと,しという世のことわざとは反対に彼は近づくに従って かえって自分の母が疎ましくなってきた。彼は母に近づくのを恐れるようになった。それに引き換えて母に対するおよの親しみは訪問のびごとにいよいよ濃い色になりまさっていくように思われるので、力の丞は妹の手前なんだか恥ずかしいようにも感じられた。自分の不幸を責めるような一種の不安にもとらわれた。 罪は母にある。俺はさすがにそれを憎もうとはしない。しかし自分には父もある。子供の時から養育の恩を受けた義理の母もある。その父や母の目を盗んでまでも、罪のある母、自分を捨てていった母をかばわなければならないのだろうか。彼はややもすれば自分の胸を曇らせようとする一種の不安を、 こうして打ち消そうと努めていた。それと同時に別種の悲しみが彼の胸の奥に湧いてきた。あんなやしい、醜い、汚れた母の血を受けた自分というものが、あの清い無邪気なお松という処女を妻にするだけの資格を持っているであろうか。母のことは坂本の家でも無論に知っている。 お松もおもそらく知っているであろうしかしそれは遠い過去の夢としてかすかに彼らの頭に残っているのでもし現在の母のあさましい姿をあからさまに見せつけられたら彼らは何と思うであろう生みの子の自分すらも愛想を尽かしたくなるようなあの醜い姿を他人が見たらば何と感じるであろうそれを思うと 力の城は自分で自分の肉をかきむしりたいほどに情けなくなった。いくら妹から勧められても頼まれても責められても力の丞の足は鮫ヶ橋の方角へ向かなくなってしまった。それを知らないお清は影へ回っては兄にせがんだ。私は女のことでせいぜいが月に一度か二度。 めったに屋敷を出ることはできをでる兄様は男のこと何とかご都合もなりましょうからお願いでございます私の代わりに時々は四谷へおいでくださるように。力の丞もしまいにはうるさくなってきた一つ屋敷のうちに住んでいながら彼はなるべく妹とは口をきくのを避けるようにしていた。 隣屋敷の桜の木に朝から晩までアブラゼミの創造しく鳴いていた今年の夏もいつか過ぎてわらじをなっている門番部屋の薄暗いあんどんの日にハタオリムシが寄ってくる秋になるまでに力の城は一度もサメヶ橋へ寄り付かなかった兄はもう頼みにならないとお清もこのごろは諦めた 素直に生まれついた彼女は兄の無情を恨もうとはしなかったが、言い知れない悲しさが彼女の胸の底から染み出してきた。だんだんに白くなってくるような秋風の寂しい色を眺めて、彼女はおのずと涙ぐまれる日が多かった。病気がちの上景は秋の初めから床についている日が多かった。 相長屋の者どもが案外親切に世話をしてくれると言っても彼らも皆その日暮らしの貧乏人であった薬を飲むにも粥をすするにもその費用の出どころがほとんどないという始末であるのでお清は母を見舞うたびにいくらかずつの金を相長屋の二人の尼に渡して母の世話を頼んでいたお清が どうしてその金を工面するか、彼女にとってはそれが大問題であった。町人の娘と違って、彼女は千五百石取りの旗本の娘である。その当時、千国以上の旗本といえば、いわゆるお歴々の耐震で、ほとんど今日の小家族ほどの資格を備えていた。そのお嬢様が、 ななどを手にするいは,は,はだ少ない入用のものがあれば容認休人が受けたまわって何でも買いととのえることになっているのでいかに身分は立派でも彼女は自分の金というものを蓄えてなかった小遣い線すらも持っていなかったそういう境遇に置かれている彼女が母にいくらかずつの金を貢ぐということは 非常に困難な仕事であった。お清はよんどころなしに、かんざしやくしや、その他にも目立たない手回りの道具をそっと持ち出して、かの二人の尼に頼んで金に変えてもらっていた。それも手当たり次第に何でも運び出すということもできないので、目に立た,たないような品物は、もう大抵運び尽くして。 彼女の手元は行き詰まってしまった。彼女はまさかに家来や女中どもから金を借りるわけにもいかなかった。せっぱ詰まって彼女は兄に泣きつくと、力の丞も迷惑した。力の丞とてもまだ部屋済みの身分で、十分の小遣い線は持っていなかった。彼の友達もやはり彼と同格の家柄の息子ばかりで、 たとえどんなに立派に暮らしていても自分の懐に余裕のあるような人間は一人もいなかった。いっそこれが百国か二百国の小旗元の息子であったら力の丞も二両や三両の金を都合する方法を知っていたに相違なかった。父のお清も心得ていたであろう。しかも 千五百国の耐震の若殿様として育てられた彼は今日までに金の工面などという問題を一度も考えたことはなかったそれでも妹にすがられて彼は手回りの品物を少しばかり貸してやったこともあったがそれもやはり長くは続かなかったもういい加減にしておけよどうしようと思っても 私たちにはできないのだからしかたがない。彼もしまいには投げ出すように言った。およも強いて頼まなかった。しかしまつげを潤ませてしょんぼりと立ってゆく妹の後ろ姿を見ると力の丞は妙に弱い気にもなった。彼は母が懐かしいというよりも妹がいじらしいように思われてならなかった。 それほどに母を慕っている妹に対してできる限りの力を貸してやるのは兄たる者の,の務めであるかのように思われた。しかしほかのことと違って仮にも金と名の付くような問題に対しては彼はほとんど赤ん坊も同様であった。どうにもしようがない。彼は時々にため息をついていた。 そうして自分と同じような心を持ちえない妹をいよいよ哀れんだ。五九月十日過ぎであった。およは四谷の親類を訪ねると言って屋敷を出た。きっとがばしへも寄ってくることと力の丞も想像していると、果たして日が暮れてからおよは 青ざめた顔を兄の部屋へ見せたをのへせそうして母の病気はどうもはかばかしくない何とかして相当の医者に領事を頼む工夫はあるまいかと言ったどんな貧乏長屋でもこちらで十分の謝礼を払いさえすれば相当の医者を迎えることのできるのは力の丞も知っていたがそれには例の金の問題がつきまとっているので。 かれはまたかおをしかめた。をしめそれで困るのでございます」とお清は涙をほろほろと流した「全く困るよ」庭では虫の声が聞こえて四つ目垣の裾に植えてあるすすきの白い穂が夕闇の底に揺らめいていたそれを眺めながら力之丞は低い声で諭すように言った どうもしようがないよ。しようがありますまいか。妹の悲しそうな顔を見ると、力の城は、しようがないとばかりで済ませてはおかれないような気にもなった。彼は内心に迷惑を感じていながらも、やはり妹の相談相手にならなければならないような、余儀ないはめにもなった。何にしても、 金のいる仕事だがその金の工面に困るお互いに自分のものをむやみに担ぎ出すわけにもいかないのだから力の嬢はため息をついたお清は思い余ったように言い出した「いっそ私はお屋敷を出ましてお母様のおそばへ参って何なりともいたして」「バカ 兄は驚いて叱ったお母様の二の舞をするなとんでもないそんな不心得なことを夢にも考えてはならんぞはいお清はそれぎり黙って目を拭いていた力の丞も考えたいっそこの屋敷を抜け出して母のそばへ行って看病したい それほどまでに思い詰めている妹に向かって、一応や二応の理解では、所詮無駄であろう。さりとて、これは父にも誰にも打ち明けられない秘密である。彼は妹のために、何とかして金を工面してやるより他に方法はないと思った。彼は母を救うよりも、むしろ妹を救うがために、金の工面に苦心した。 そのうちに彼はある手段をふと思いついた。もちろんそれを口へ出すまでには彼も幾度か躊躇したが、とうとう思い切って妹にささやくとお清も少し躊躇した。それは隣屋敷の坂本の娘に頼んである品を借り出そうというのであった。表向きの話こそはまだ進んでいないが、 力の城とお松とは当然夫婦になるべきものと彼自身も思いお清も信じていたしてみれば他人でない夫が未来の妻に頼むのである私が手紙を書くからお前がそっとお松さんに渡してこいと力の城は言ったすぐには承知しなかったがお清も結局は決心した 彼女は母を救いたい一心に、この使いを務めることになって、力の丞は手紙を書いた。サメガ橋のことなどは何にも言わずに、ただ自分に読んどころない入用ができたから、くしかんざしのたぐい、何でもいいから、二品しな貸してくれという意味のことを書いて、お清に渡した。それを渡す一刹なに。 力の丞は急に胸が重くなったように感じたそれは人の娘をそそのかしてその所持品を持ち出させるなどとは武士にあるまじき所業であるという一種の強い呵責であった力の丞も明らかにそれを意識していたお清も兄の計画を決してよいものとは考えていなかったむしろ 盗みを働くにも等しいと言ってもいいくらいの恐ろしい罪を犯すような恐怖を感じた。しかしこの場合二人ともに一生懸命にその苦痛と恐怖とを耐えなければならなかった。手紙を受け取ったお清の手は震えた。二人は黙って目を見合わせた。兄は妹のためだと思った。 二人はどこやら食い違っているような何やら物足らないような寂しい思いをめい,めいの胸に抱えながらしょせんは同じ暗い方向へ引きずられていった秋ももう末になって弱い稲妻の光が庭のすすきの葉を滑って通ると二人は恐ろしいものを見たように

彼は奥へ通されて主人の龍之介に会った。そうして突然にこんなことを言い出した「ご子息力之丞殿はご筆跡見事と承ったが何かおしたためになったものがござるなら拝見いたしたい」。妙なことを不意に言い込んできたとは思ったが力の丞は実際大橋流の農女であった。 竜之助も幾分かせがれ自慢が手伝って、すぐに古生の侍に言いつけて、力の丞を呼びにやると、彼は部屋にいなかった。半時ほど前に脱出したとのことであった。それでも何か書いたものがあるだろうから、ぜひ見せてくれと主禅がせがむように催促するので、竜之助は力の丞の机の引き出しを探させて、 何か書き散らした保護のようなものを持ってこさせた。主禅はお見事でござると一旦褒めておいて、さらに自分の懐から一通の手紙を取り出した。ご覧ください。これは同質でござろうな。突きつけられた手紙は、確かに力の丞の筆跡にそういないので、龍之介もそのとおりに答えると、 主禅は形を改めて両手を膝の上に置いた。では改めてお段じもうすぎがござる。彼は何事かの掛け合いに押しかけてきたのであった。その口上によると昨日後藤家の娘子お清殿が拙者の娘松、ま、のもとへ遊びにおいでなされた。 ご近所であるから珍しからぬことで、それは別に死災ない。しかしその説に、この一通を娘に渡してお帰りなされた。娘はそれを受け取って、たもとに入れて、内玄関口まで送り出すときに、誤って廊下に取り落としたのを、用人の近藤和江が拾った。少しく楽意しがたい節があるので、 彼はそれを娘に渡さずに自分のところへ持ってきてみせた。自分も不審に思って開封すると、後藤家ご子息、力之丞殿から娘に宛てたもので何か無心がましい文言である。早速に娘を吟味いたしたが娘は何にも知らぬという。ついては力之丞殿がいかなるおぼしめしで 拙者の娘へ右用のことを申し越されたか、その死災を一応受けたまわりに参ったというのであった。口上は穏やかであるが、修繕の目は鋭く輝いていた。証拠の手紙は目の前にある。龍之介はなんと返事をしていいかわからないほどに驚いた。彼は目を伏せて、その手紙をにらみつめていたが、 やがて血を吐くようにただ一言言った。ふらちなやつでござる。拭われない恥辱と、抑えられない憤ぬとを、この一句に集めたように、彼は唇を震わせながらこう言ったが、すぐに用人を呼んで、せがれの力の丞はどこへ行っているか、家来どもを手分けして心当たりを仙義させ、見つけ次第に引っ立ててこいと。 厳ししく命令した。ご本人がお留守とあっては致し方がござらぬ拙者は一応屋敷へ引き取ってご挨拶をお待ち申す主膳が挨拶して席を立とうとするのを龍之介は無理に遮ったご国改めてご挨拶を申し上げては親子が何か打ち合わせでも致したように相見えて 拙者甚だ心苦しい。この度の一辣については、拙者何にも存ぜぬというメンバレに、せがれ目をここへ呼び出して、孫公の見る前で宣言いたしたい。ご迷惑でも暫時を控えを願いたい。承知いたした。主膳は再び座り直した。瓶の辺りのもう薄白い二人の武士は、向かい合ったままで、 なにも言わなかった。このごろは昼でも冷たい風が吹いたその風に吹きやられながら秋の弱い蝶が縁先へ落ちるように舞い込んできた力の丞を迎えに出た家来どもはまだ帰ってこなかったしかし何となく穏やかでない座敷の様子をうかがってお清は不安に思った いわゆるすねに傷持つというのは、今の彼女の身の上である。彼女はそっと容認に思災を聞いた。容認も詳しいことは知らなかったが、何か手紙の一条らしいというようなことを漏らしたので、お清ははっとした。昨日自分がお松に渡した手紙を、お松は父に見せたのか、あるいは偶然に父の手に渡ったのか。 いずれにしても物語主禅が立腹して、その掛け合いに押しかけてきたのであろう。彼女はどうしようかと途方に暮れていると、やがて古生が彼女を呼びに来た。嬢様、殿様お召しでござります。力の丞が帰りの遅いのを待ちかねて、竜之助はまずその使いに行ったお清を吟味することになったらしい。彼女は、 もう覚悟を決めたお松に無心を言い込んだのは兄のほついとは言いながらつまりは自分が鮫ヶ橋の母を救おうとして兄に金の工面をせがんだからである自分はこの事件の張本人である兄に迷惑を着せてはならない一切の罪を自分の身に引き受けて兄を救わなければならない かのじょはかきあげておくへいった「きよこれへまいれ」と父は待ちかねたようにいった「この手紙をおまえは知っているか?」「はい存じております」とおきよはわるびれずにこたえた私が兄様におねがい申してかいていただいたのでございます。 も主人も顔を見合わせた龍之介は畳みかけて聞いたして何のためにお松戸の M 神がましいことを申し入れた恐れ入りました何事も私の部長法でございます恐れ入ったとばかりでは分からぬ死罪を言えまっすぐに言えお清は畳に手をついた義理で黙っていた の之介はいよいよせいた「これ死災を言わぬかお前が入用の品々は不足なく買いととのえて渡してあるはずだ。もし不足があらば母にはなぜ頼まぬ母にも打ち明けられぬ。内緒の金がいる。厳しくその死災を吟味せねばならぬぞ。年の若い娘に内緒の金がいる。 物語、主禅と龍之介とは一途にそれを不埒な意味に解釈し,してしまった主禅は軽蔑の目を向けてお清をじろりとにらんだ龍之介の葬儀は憤怒の炎に焼けただれた「きよ、死祭を言わぬか!と」と彼は噛みつくように怒鳴った「恐れ入りました」とお清は繰り返していった

この騒ぎに驚かされておみつや用人が駆けつけたときには島田曲を崩したお清の亡骸はもう冷たくなっていた彼女は不幸者として父の手打ちにあったのであるそれから半時の後に力之丞は帰ってきた彼は自分の留守の間に怒った この陳次に肝を奪われてしばらくは口もきかれないほどであったが彼は不幸者として妹を葬るに忍びなかった力の城は父と修繕との前に出て鮫ヶ橋の秘密を詳しく訴えた「いずれにしても不幸者だ」父の顔色はやはり解けなかった お清は「凡死」と披露して菩提寺へ葬られたその葬式の翌日に力之丞は坂本の屋敷へ呼ばれた主禅は痛ましそうな顔をしていった「妹子の不慮のご最後は拙者も甚だお気の毒に存ずる拙者が事を荒立てねばと今更後悔いたしておる」 ついてはお清殿の志を貫くために、その上帝にを拙者の屋敷へ引き取ってお世話いたしたいと思うが、貴公のお考えはどうでござるありがたいおぼしめし。と、力の丞は答えた。しかし、手前一存でご返事もいたしかねますれば、せめて母に、 一応相談の上で改めてお願い申します」「ごもっともでござる」と主禅はうなずいた「しかしご尊夫にはないないでな」「心得ております」「力の丞は屋敷へ帰ってすぐに母に相談するとお密にも故障はなかった」 実は自分も上程にの処置については心配しているところであるから、坂本の屋敷でそれだけの行為を持ってくれれば非常に好都合であると言った。しかし、隣同士のことであるから、いつか知れるにそういない。生地に隠し立てをして、またぞろ何かの間違いを引き起こしてはならぬから、いっそお父様に打ち明けた方がよかろうと注意した。 おみつと力の龍之丞は竜之介の前に出てその話をすると彼は苦い顔をして黙っていた。お清があまりかわいそうでございますからと力之丞は声を曇らせて嘆願した。うるさい勝手にしろと竜之介は脇を向いてしまった。 勝手にしろという父の返事を受け取って力の城はすぐに隣屋敷へ行った修繕もそれを聞いて安心したお清の三十五日の住むのを待って鮫ヶ橋からそっと上定にを引き取らせることにして万事は容人の近藤和恵夫婦が内密に取り計らったのであるその秘密は かの常盤や林太郎に皆探り出されてしまったが竹村の家になんの咎めもなかったのは幸いであったそれが動機となって力の丞とお松との縁談は故障なく進行した主膳ももう渋ってはいなかった年が明けてからお松はめでたく竹村の屋敷へ腰入れをした その秋になって、お清の一周期が来た。その方へを営むという相談が出た時に、龍之介はこう言った。あれは孝行の道を踏みたがえたやつだ。危うく仮名に傷をつけようとした。法事などはどうでもよいというような口ぶりであったので、力の丞は押し返していった。しかし、 死ねば罪も消えましょう。死ねば消えるか。龍之介は寂しく笑って隣屋敷の方を見返った。罪の消えない情亭はそれから5年の後まで生きていた。